どれかお茶
次は見ていただいている皆さんにも一緒に踊っていただきたいと思います。皆様その場にお立ちいただけないでしょうか。では始めたいと思います。普段見ることができない子どもたちの早駒の練習風景をぜひご覧ください。飯塚邸は市民や観光客が気軽に利用でき楽しめる文化施設として、施設の魅力アップと利用率の向上を目指しております。観光資源としての活用、市内小中学校の学習の場としての活用、お店や地域の子どもたち、地元住民の地域活動の場としての活用、収蔵品や芸術文化作品の展示など、文化に触れる場としての活用、文化団体の活動や発表会、講座の開催など、イベントの場としての活用など、多方面での活用を期待しておりますので、皆様方からも大いにご利用いただきますようお願いいたします。以上をもちまして、ご依頼上演を終了させていただきます。本日はお越しいただき、ありがとうございました。この御稲上演会の様子は本日の18時45分頃から NHK で様子が流れる予定になっていますので、そちらもご覧ください。続きまして、皆さんお待ちかねの南鯖江地区の郷土料理である御稲汁の時間となります。御稲汁は南鯖江地区の地元の方に作っていただきました。この御稲汁は今年の秋、10月の秋、おー、やっと珍しく食べてます。あとこれ、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 これ